はい、本日のゲストはさしま。さしまです。ちょっと待って、続きが今すごい待ってたんだけど、さしまって終わりなんやな。呼び捨て。いや、なんかね、あの打ち合わせというか始まる前に、なんてお呼びしたらいいですかとか、さしまでって言って、結構ワイルドな言い方やったから、あ、じゃあさしまでと思って。そうさしまさん。さしまで、ね、大丈夫です。可愛らしいでしょ、さしまさん。ね、皮からめるのよ、恥ずかしくなると。やめろ、耳も赤い。熱くなっちゃう。で、さしまはどんなアルバイトしとったの？ちょっと待って、あのさ、聞き慣れない。呼び捨てすんな。さしまは友達かよ。違和感があるの。いやいや、どんなアルバイトされたことあるんですか？さしまは宴会コンパニオンやってました。宴会コンパニオン、はい、アヤマン的なこと。ぽい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 。そうできてるやん。やってるやん。やってられてるな。ミンミンミンみたいな。ミンミンミン。そんなミンミンミンやってないんですけど。もうちょっと落ち着いた感じ。宴会っていうのは何？宴会はジジイがいっぱい集まって会社の飲みみたいなこと。そうですえ、そうなの？ジジイだけしか集まらないの？え、たまにちょっとババン。口悪いな、意外と。ババンに若者じゃなくて、たまにババン。ババンもたまにおんねん。え、じゃで、それの何をするの？お酒をメインに見てあげて作ったりとか、ま、あのお店によって変わるんですけど、スタッフさんにお酒を頼んで行ったりとか、空いてる時間はお客さんとお話しする。いや、そのお店専用じゃなくて、何個かお店回って、なんか派遣っていう感じで、そのコンパニオン会社の社長と、うん、その企業の社長さんとかがこう、ずっとのつながりで毎年忘年会とか新年会とかやってる。いや、姉ちゃんちょっと酒ついでやとかっていうので、すいません、ピヨピヨピヨって言ってやるみたいな。飲みコールとかあるんですか？あ、コールとか全然ないの。あ、でもちょっと若い会とか、なんかお祭りの会みたいなのがあって、うん、浅草でお祭りやってる人たちの会で、あら、忘年会とか行くと若い人がいるので、ね、なんかブラシ結構興味持ってるよね。大好きやもんな。エッチやんな。だってふんどしでやってんの、その宴会は。やってないです。さ、そのふんどしとか抜きにしてさ、脱いだ人とかおらへん？脱ぎ出すやつとかおらへんの、宴会で。あ、そうやな。宴会芸ってあるやん、裸になる。チンチン見た？見てなかったっすね。残念。見てなかったです。でもそれはさ、意図的に見てへんのか、その見ようと思えば見れる状況は起きるの？いや、そんな起きないですね。起きんの？はい、あ、じゃあ、まあいいわ。なんでやねん。よくないよ、ちょっと聞いてくださいよ。それ下品なコンパニオンじゃなかったんやろな、多分。ちょっとお上品な。服装はどんな服装で行くの？服装は基本的にワンピース。私服の時はワンピースです。じゃあ決まりがあるんですか？うん、一応そう、綺麗めでスーツっぽい感じとか、清楚系な感じで来いみたいなのがあります。それ自腹？自腹ですね。何本ぐらいもらえるの、そのコンパニオンって？あ、時給4000円で。めっちゃいい。めっちゃ高い。2時間なんで、でプラス交通費1000円で、みんな大体9000円はもらっていって、うん、たまに延長とかあればその延長もらっていけるんで。いやん。そう、で、え、自分で飲まんとあかんの？お客さんに言われて、飲みたい人は飲めばいいみたいな感じなんで。じゃあお客さんが、兄ちゃんも一杯飲まんかい、飲め飲めって言ってさ、はい、飲みたくないときは、いや今日私は飲まないんですって言っても言えの？言っても OK です。まあ、でもそしたら客がさ、お前はノリの悪い女やなって言うやん。言いそうやな、それ。飲まへんのか、この野郎。それじゃあもう乳首ビンビンビンって言ってさ、ごまかせばいいわ。そんなごまかし方あんの？うん、そしたら向こうもなんか、あれ、ノリ悪くはないなって。そう。子はいないですけど、女の子も、うん、飲みそうやもんな。飲む？飲みます。飲む派やんな。何が好き？いや、ハイボール。ああ、俺もハイボール好きやな。でもちょっと禁酒中今。え、昨日からお酒飲んでへん。もういつもやね、いつも昨日からやめて。健康になった気分やで、今日から。めっちゃ健康やねん。そう、急にさ、禁酒したって言って、なんか、え、禁酒した、え、どれぐらいですよ、昨日から。嘘やろって言って、いや、めっちゃでも健康的な感じがするんだよね。一日じゃ変わらないと思う。見て、だってほら、本気度見て。厳守日記ってアプリ入れて。本当だ。そう、なんか書いてあるんですか？ここに飲まんかった日をマークつけるんです。もうアルチンじゃねえかよ。しかも1個しかついてないし。ブラス。今日2個目つけるって、絶対大丈夫やって。ほんまかな。今日終わる前につけてそうだもんね。まだ終わってないのに。ほんでバナナも食ってるから、カリウムとか取って水流して。急にさ、ジジイかやめてもらっていいかな。健康にすんねん。チャンネル登録してね。二次会に誘われたら、二次会に誘われたら行きますね。それもお金出るの？あ、そう、
そうですそうです。え、移動時間も移動時間は出ないんですけど、基本的にその企業によるかもです。2次会ギャラ出るけど来るどうするみたいな話はあって、ギャラ出なくても行くっていう人もいます。うん、その2次会に行くぐらいさ、どんな会話をして楽しませてるの？なんで男どもはなんか女の子を呼びたがるの？普通に会話がつまんねえの本人たち同士。女の子と絡みたいってことなんじゃないの？でもさ、おっぱい触れたりせえへんやろ？そういうのはないもんな。先生たちはなんか連絡先交換してこうなんか後でこうつながれば、よっぽどおもろい話してんの？どんな話してんの？全然もう普通仲良しかしないんですけど、おっさん的には自分がもう娘、おっさん言ってますよ。おっさん的にそういう娘世代と喋れて嬉しいみたいな感じらしいです。そうなんですか。意外とそんななんかグイグイ来る人いないですね。俺さ、だからさ、イケメン好きやねんけど、若いイケメンとか好きやけど、若いイケメンと別に話しても楽しくないもん。そいつが思んなかったら、話すだけでは別にどうでもいい。脱いだりとかチンチン触らすとかやったらおもろいし、それちょっと違うくない？でめっちゃ話おもろい子やったら話おもろいで好きやけど、話もおもんないのにイケメンというだけで話してもおもんないね俺は。でも世の男たちはそれつまんねえ若い女と、まあ、あんたがつまんないとは言わへん、あんたがおもろかったかもしれへんけど、でもそれだけにさお金払うって俺すごいことやなと思って。なんか出会いが例えばないとか、一人で飲みに行って女性と絡めない人はそういうやり方で呼ぶんじゃないの？そうなの。かわいそう。もっとおもろい趣味見つけたいな。だって日本はね、もう 70% だっけ、7割がねパートナーがいないって言われるもんね。20歳のね男性の7割がパートナーが今おらへん。いらんやん別に。私欲しいやんか。いらんからおらへんねん。ブラス欲しいやろ。別にいらん。嘘、ずっと欲しい言ってた。いや、おったらええけど、その頑張って作ろうとは思わへんわ。毛の処理せんとあかんし。毛の処理違う。めんどくさいやん。いや、そう、気にしてるところ違う。めんどくさくない？毛の処理。毛の処理は確かにめんどくさい。彼氏作るためにさ、今日イケメンともしかしたら付き合えてなんかあるかもって思っても朝の時点で毛の処理めんどくさいから今日バックレよってのが先に立つ。どこの処理？いや、アナルとか。あ、そうなの？あとはなんか全体的によ、足とかもそうやし、毛の処理めんどくさいわ。もうめんどくさいです。それは確かにね、すごいなと思う。だからあんたはね、そんなこと考えんとやるからさ、品がないねん。毛の処理もせんとやるから。いや、してます。男は私あんまなんか考えてない。朝からやってんの？今日エッチするかもと思った日、毛の処理してんの？まあ朝はしないと夜、もうその直前に。いや、直前じゃない、定期的に。あ、そう、はい、見してみ。今日処理してない。あ、そうな。やっぱしてないじゃん。いや、ジョリジョリかもしんない。あ、今日はちょっと最近サボってるんで。ねえ、はい、こういう会話をするの？こういう会話する時もある。あ、じゃあまあちょっとおもろいかもな。なるほどね。ちょっとセクハラまがいやな、じゃあ。ちょっと処理してちょっとあるの、そのセクハラみたいなことは。いや、でもなんか足触られるぐらいはありますけど、ね、ぐらいじゃない。あんた、どさくさに紛れて触ってんじゃねえよ。ツルツルしてたわ。してそう。毛の処理してたわ、ちゃんと。え、それ触られたらなんて言うの？いや、なんかそんなに何も言わないですね。もうちょっと話したぐらいで顔あからめて、気が弱そうやけど、ほんまは気強いやんか。そうなんですか？なんかそんな感じするね。そうですか。ほんまは気強いと思うね。だからそこが向いてるんやろなって思う。向こうの人とかからしたら、あの子おどおどして可愛いわって思ってるけど、本場はなんかこう帰るときずっと、あ、お金数えてんの？バレてました。めっちゃもらってるやん。そう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 。で、おどおどしてるふりも別にな、おどおどしてるって男に思われても腹立たへんやん。今ちょっとおどおどしてるふりなのね。ちょっと今も可愛いこぶってんねん、こうやって計算高い女みたいな。そう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 。それで儲けていいな。でもやりたいわ、コンパニー。いや、でもなんか楽そうだね。いや、聞いてる感じだとめっちゃ楽です。結構楽ですか？今もやってるんですか？今も、はい、やってます。でもさ、反社会勢力みたいなのが呼んできたりせえへんの？やばくないみたいな。入れ墨見せ合い1個してるわみたいな。すげえ、すげえ状態だね、それ。みんな小指ないやん、この回みたいな。それはすげえ怖いわ。お祭りの人は半グレたちでしたけど、あ、そうなんだ。ってか、小指ないってもうどんだけ失敗してるんですよ。もうダメじゃんそれ。小指ないから代わりに入れてあげますみたいな、そのなんか。ダメダメじゃん、その小指ないの。めっちゃ失敗してる。優しいねや、はい、女の子のことをさ、奴隷たち行くわよ。行くわよ。奴隷たちはやばくない？あんた
そこで雑巾がけしてなさい。やだ、すぐやめる。学校じゃねえかよ。